大阪日本橋にあるポポンデッタにやってきました。このお店は何度も来たことありますが、レンタルレイアウトを使わせてもらうのは初めてです。ポポンデッタで一番大きいレイアウトなんですね。最長35メートルって書いてる。他のポポンデッタの店舗と同様にレンタル車両もあります。そしてこちらが路線図やね。なんかごちゃごちゃしてる。レッツエンジョイレイアウトでは入ります。建物の1階はマクドになってます。だって、マックになってます。マック。ここから入ります。お邪魔します。エスカレーターで2階に上がります。そして2階に上がってきました。こちらがポポンデッタの大阪日本橋店のレンタルレイアウト。以前は3階にレイアウトあったんですが、2階に変更になったみたいです。お店の面積の半分ぐらいを占めるめちゃくちゃでかいレイアウト。なんじゃこりゃ。では使わせてもらいます。レンタルのシステムは他のポポンデッタと同じです。あと、レイアウトエリアはレンタルレイアウトを使う人しか入れないですね。ただ、外から見学はできるようになってます。今回は地上の内回りを走る9番線をレンタルしました。ここが運転席部分ですね。こっからの眺めはこんな感じ。めちゃでかいですよね。テーブル奥行きは狭めですが、左右にスペースはあるんで、車両は置けるかと思います。椅子はこんな感じ。座席に座ってみました。眺めはこうなります。前に山があって、左奥にめちゃくちゃ長いレイアウトが展開してます。そして、右側は、店舗になってます。ここが一番端っこの席ですね。レイアウトはモジュールっぽくなってるんですかね。奥側はこんな感じ。すーごい広い。コントローラーはいつも通りトミックスのものになってます。レール関係も基本はトミックスのファイントラック。地上を走る路線の中でもこちらは大回りになるみたいです。そしてポイントスイッチはこちら。この路線は対比線ではなくて留置線になるんですね。そして路線図ここにも載ってます。レンタルレイアウト。地盤の鉄道模型を走らせよう。すごいごちゃごちゃしてますけど、今回借りてるのは地上の大回りの一番内側になります。料金体系は最近変わったみたいですね。参考程度でお願いします。ではレイアウトをざーっと見てみます。手前のカーブを曲がって、この地上の一番内側を走るのが9番線になります。そして直進した先には鉄橋の区間があります。トラス橋もあるんですが、9番線はトラスは通らないんですね。そしてカーブして奥に進んでいきます。お寺の内側には高架線もあります。こちらがお寺になります。レイアウト反対側から見てみます。地上線走るんですけど、この高架の下をくぐる形で中央部分を通ります。列車がどこを走るかは後で見るとして、全体の雰囲気が伝わればいいかなと思います。直線区間がめっちゃ長いですね。そして鉄橋がずらっと並ぶこの部分ですが、JR と阪急が並走する淀川を彷彿させる感じもあります。こんなに大きいトラスが連チャンして繋がると迫力ありますよね。そして手前側の線路はこうなります。全路線の直線区間がこの橋を渡る形やね。一番高い区間でこれぐらいの高さがあります。それぞれの路線で列車の走る位置が異なります。そして鉄橋を越えて直進して、ここら辺でまた線路が入り組む形になります。まあ、僕のナレーションもかなり入り組んでましたね。こっち側にはホームがあって運転席もあります。こちらは高架区間の運転席になるみたいです。12番、13番は1席でそれぞれ2線使えるみたいです。なんかお得やね。こちら側はちょっと都会風のレイアウトになってます。なんかいっぱいビルが並んでる。ん？第7生命。ほうほう。そして奥に見えるのは、パナソニック！高い建物がある区間は上から眺めてみるのもいいかもしれないですね。あ、この線路の入り組んだ感じかっこいい。大回りの9番線は地上を走る区間なんで、高架下をくぐります。9番線の運転席側の対角線の位置からレイアウトを眺めるとこうなります。レイアウトの大きさは十分伝わってるかと思います。そしてコーナーの内側は、コーナーかには情景がこのように作られてます。日本橋っぽい風景に見えないこともないですね。そして反対側から見るとこうなります。店舗奥には窓があってこのように常時換気はされてましたね。ここから街行く人々を眺めることもできます。向こうに見えるのがボックス。大阪日本橋の絶景でした。あとレイアウトの各部には小さいカメラが設置されてました。どういう時に使われるんでしょうか。そしてこちらにあるのが地上線の運転台ですね。こっちの路線は全てに対比線があるみたいです。区間は大回り線よりも小さいですが、それでもでかい。地上線のホームを抜けると直線区間があります。この辺りの作りが個人的に好きですね。中央部分にある線路は同じく地上線のものです。ここも直線区間かなり長いですね。これでやっとレイアウトの全景をぐるっと一周見れました。でかかった。では車両を走らせます。今回もいつものパンダクロスを持ってきました。うちの動画ではレイアウトの全体像を伝えたいので、正直走らせる車両は何でもいいです。パンダも優しゅう微笑んどるわ。オープンてってれー。もう見慣れたというか見飽きたかもしれませんが、いつものパンダクロスがびっちり入ってます。今日もよろしくお願いします。車両を投入します。9番線は奥から3列目が本線になります。奥2列が留置線。こちらがいつものリレーラーになります。リレーラーのアップ映像を見れるのはこのチャンネルだけ。あとは車両を置いていきます。シュッ！車両投入できました。多分列車の向きは大丈夫なはず。あとちゃんとパンタグラフも上げてます。ケースに入っている車両を眺めるのも好きなんですが、線路に乗せるとまた高まりますね。でっかいレイアウトに今乗ってる列車はこのパンダ黒潮だけです。本当に車両が小さく見える。左周回になるようなので進行方向を切り替えて動かします。ゆっくりと加速させて出発進行！走り出しはいい感じですね。では車両をかけて見ていきます。基本的にレイアウトはさっき見た通りですが、列車が走るとまた分かりやすいかも。一番内側のカーブを曲がって直進します。そしてカーブを曲がって直線区間にトラス橋があるんですが、9番線はそこは通らない。端っこの鉄橋を通って、お寺の横を通ってカーブ曲がります。さらに直進してこの辺りから高架区間になります。高架の線路も重なり合ってますね。さらに直進します。この辺りは建物があるので、運転席側から見る方が見やすいかもしれません。ビルの手前にある鉄橋をくぐって、こっから高架と並走ですね。こっから鉄橋の区間になります。9番線の鉄橋は入り組んだ中央部分を走るんで、ちょっと視認性は悪いかも。でも川を渡る列車かっこいい。川を渡って今度大回り9番線はくねっと曲がって、高架下へ進んでいきます。ここも寄って見るよりかは、俯瞰で見る方が楽しいかも。今度は運転席側から見てみます。高架をくぐって、こっからまた長い直線区間ですね。路線が多いんでこのように並走する区間も長いです。奥側にホームがありますが、ここは高架の運転台前になります。ちゃんと見えてませんでしたが、レイアウト中央部分に山と海のモジュールもありましたね。多分運転席に座りながら、この辺を走る列車は見えないかと思います。この部分の直線区間は本当に長いですね。うちでお座席レイアウトを組んで、こんなに長い直線作ることっていうのは、まあ現実的に不可能。いや、それはご家庭の事情によるかもしれない。まあ、少なくともうちでは無理なんですが、直線区間終われば右カーブで高架下をくぐっていきます。ここがビルのあるあたりだね。列車がくねくね曲がっていくところかっこいいですね。建物上部から眺めるとこうなります。郊外から走ってきた列車が都会に入ってくる感じに見えないこともないですね。この区間は線路が奥側に入ってるんでちょっと見づらい感じもありますが、レイアウト奥側から眺めるとこのように見えます。高架下くぐって、雑居ビルの横を通ってさらに高架をくぐって、ここでレイアウトの一番大回りに出ますね。この辺りから勾配区間になります。レイアウトボードのギリギリを走るんで転落防止のアクリル板がついてましたね。この辺りは自然光が入るスポットでもあるんで、日によってはいい感じに写真が撮れたりするかもしれない。カーブ区間を曲がってトンネルに入ります。そしてトンネル出てすぐの鉄橋。こっから勾配を下っていきます。ちょうど地上線の運転台の前あたりを走ってますね。手前にある線路は同じく大回りの7番線、8番線になります。あとはのんびりのんびり直進区間を走るだけ。店内暗くはないですが、室内灯しっかりついてるのが確認できます。こんなにでっかいレイアウトですが、特段速度が落ちる箇所っていうのはないような気がします。何本フィーダー使われてるんやろ。左側にホームを見ながらまっすぐ走ってきます。そしてここからくねっとして最初の位置に戻ります。ここにある分岐が9番線の留置線になりますね。対比線ではなくて留置線。これでぐるっと一周でした。長かった。はい、それではお時間が来たんで列車止めて終わります。今回は1時間のレンタルでしたが、レイアウトが広いんで、うろちょろしながら見どころ探してたりすると1時間じゃ足りないと思います。列車帰ってきました。お帰りなさい。特に脱線とかの問題はなくスムーズに走りましたね。レイアウトの状況はいいかと思います。あとは片付けて終わります。コントローラーも元の状態に戻します。あとは受付に返却して終わりです。レイアウト広くて楽しかった。お店の詳細は説明欄にリンク載せておきます。営業時間などは確認してからご来店ください。あと、ついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。では、さようなら。